どすこい深夜のこっそり食堂です。今日はですね、そっち向こう行くとね、来来軒さんとかホルモン中さんとかね、松葉屋さんとかね、五鉄さんとかあるところです。でここは弁天通り商店街になります。これポンチさん、レストランポンチ、ここもですねちょっとあの撮影に、来たいと思っている場所でございます。今日ねちょっとね準備中で休みでしたね。ここもね行ってみたいと思って、うん、あと弁天早生ということでこういうね商品をね売ってるんですね。へえ、面白い。なんか3日の日、うん、毎月3日の縁日なんですね、うん、こうやってみんなねこう露店で並べてこう商品売ってるっていうね、 いいですよねこういうシステム。システムっていうかお祭りみたいなものかな。いや嬉しいなと思って、よいしょ。やっぱこうやってね活性化してもらうと僕も嬉しいなと思いますね、うん、結構ね人がね最初の頃すごくいたんですよ。よいしょ。まだねちょっと関係ないお店なんですけど、ここねこの飲食店街があるんですよ。これね弁天通りさんのこの通りの商店街の中にね、これちょっと行ってみましょうか。ずっと気になってたんで、おすげえ、こんなとこありますよ。へえ、あ、ほんとこれ居酒屋さんとかいっぱいある。へえ、すごいねえ、なんだこれ。いやこれ見てくださいよ、これ商店があるんだ。へえ、よし、もうなんだろう、やってるのか。なんかねすごい歴史感じますよね。こういうとこでね皆さんご視聴者様は飲んでるんじゃないですかね。で今ちょっとね通り過ぎたんですけど、なんか気になるんですよね、この何でしょう、これ羊のマークというかヤギか。あー、なんだろうこれ、ちょっとね入ってみます。あ、なんかメニューが見れますって書いてますね。へえ、すげえ。じゃあちょっと今日はここに入ってみよう。じゃあちょっと入ってみましょう。お、なるほど。うわ、なんかすげえ雰囲気ありますよ。へえ、すごい。あ、ヤギカフェなんだ。だからヤギだったんだ。なるほど。あ、これがメニューですって。じゃあちょっとあれですね、食べていきましょう。あ、イワシのガーリック、あ、これおつまみ。あ、 お酒も飲めるんですね。あ、ただいま休止中だった。あ、ここテーブルはどういうふうにしたらいいんですか。セルフサービスで自分の座りたいところに、椅子とテーブルを設置。あ、なるほど、だからないんですね。あー、やっぱり人との距離を、はあ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 、ええ、ああ、なるほどね。あ、でもそれはいいと思います、うん、安心ですよね、そのお客さんがね自分でね、まあ、作っていくっていう、そのテーブルを食べるところを作るっていうのもすごくいいし、あと、そういう方は結構ねいらっしゃるんですよね。ああ、やっぱり、ね、次の世代というか、そういうの、ね、なるほど、なんか自分で落ち込んでいけるような、はい、アイデアがある、ここで、ね、育ち方した方がいいかな。あー、なるほど。じゃあ僕、はい、テーブル作ります。はい、じゃあ早速作って、ちょっとタイムスリップしますね。よいしょ。神社手作りなんですね。はい、そうです。うわ、すげえ。プレーン、ザクロ、ライム、レモン、はい、これ選べるんだ。じゃあ僕あのザクロで、はい、ザクロ神社、ザクロ神社、はい、すごい。あと食事がこうできてるんですね。はい、そうなんです。選んでいただいたお飲み物と、ね、お好きなものでちょうど1000円ですっていうのをやってます。あ、すごい。このどうですか、この台風グリーンカレーとかも好きなんですけど。あ、そうなんです。おすすめなんかありますか。あ、台風グリーンカレーよく出てますね。あのかぼちゃグリーンカレーとマッスルケールセロリグリーンカレーとか、あのグリーンカレーだけど2種類なんです。じゃあちょっと台風のグリーンカレーで、
っぱり名前がちょっとマッスルってのはちょっとドキドキするんで、はい、マッスルマッスルケールセロリでお願いします。はい、以上です。すげえ。はい、そしてですね、はあ、何でしょう。サービスかき氷というのをやっておりまして、はあ、これはサービスなんですけど、はい、あのうちクーラーとかね使ってなくて風だけでやっているので、天然のクールダウンというところでかき氷希望でしたら無料で差し上げますので。本当ですか。どうですか。じゃあ早速ちょっと食べます、はい、じゃあ最初に出します、ね、はい、ありがとうございます。へえ、ご視聴者様がおりましたありがとうございます。すみません、いつもありがとうございます。あ、本当ですか。 ありがとうございます。いや、ご視聴者様が発見されましたすみません、ありがとうございます。いや、嬉しいですね。こうやってご視聴者様がこうやって声かけていただけると僕もちょっとやりがいがあるというか張り合いが出ると。じゃあこれからもちょっと、じゃあ料理が来ますんでお待ちください。これさっきのね、このかき氷ですよ。うん、でこれもセルフで、へえ、一音かけちゃいました。ありがとうございます。これがサービスかき氷ね。ありがたくないですか、サービスかき氷って。この暑いから。いやー、でもいいなこれ。美味しそう。これお子さんたち喜びますよ。うん、ま、懐かしいな。で、このかき氷を食べながら料理を待つ。もちろんサービスかき氷は食べなくてもいいんですよ、うん、ただ普通に待っててもいいし、あとかき氷だけどうしても食べたい方がおりましたら150円ね出していただけるとかき氷を食べれると。まあこの通りあれですね、普通に通ってきてね、かき氷食べてもいいですよね。ほら、かき氷屋さんって今ないんですよね、あんまりね。だからいいかなと僕は思いますけどもね。なんかね、ちょっとお店のオーナー様になんかこういう案内書あるよって言ってこう見せてもらったんですけど、これ見てください。ほら、1947年戦後の復興経過に気づいて、復員者、ああなるほどね。はあ、こういう歴史があるんですね。すごい。あ、これサラダついてる。なんかめっちゃおしゃれなんですね割と全部じゃないけど地元の野菜がね。ああ、なんかいいですよね。あ、これがあれだ、ジンジャー、ジンジャーのオリジナルジンジャー。おしゃれやな。なんかこう、なんかこの僕に合うんかなおしゃれ。ちょっとこのジンジャー飲んでみようか。ジンジャーね、おー、うまい。香りが半端ない。ジンジャーの生姜の香りバーンときてね、すごい爽やかで、甘みもねスッと消えちゃう。大人のジンジャーソーダね。うわー、マッスル。すげー、マッスルケールで天然の色だそうですね。よし、いただきましょう。すげーうまそうね。あ、これケール、ケール、これ台風グリーンカレー。食べてみよう。すごい、マッスルです、マッスル。いただきます。うん、めっちゃうまい。あ、本当のちゃんとグリーンカレー、辛さもちょうどいい。おいしい。うん、美味しいね。これサラダ、うん、ゴーヤとか、あ、ケムさんと下味ついてる、うん、これ厚揚げだ、うん、おいしい。香りがあってね、ちゃんと深みがあって、うん、でココナッツミルクの香りがいいですね。うん、
めっちゃ安い。美味しい。うん。あれが冷凍入っちゃう。今の家の冷凍庫でかいですよ。それを計算してやって、それをちゃんと計算して、それで埼玉県でもどのぐらい前から計算してやったら、うまい。すごいヒットしたので、おいしいね。おいしば漬け。うまいね。うん。国内から安い点で回せる。狙い目だった。狙い目です。超狙い目です。多分こう思う。で、これガンガンガン。うまい。年内、来年までかなって言っちゃうと。うん。うまい。うん。嬉しいよね、こういう中でさ、こういうのあるの。あ、モロヘイヤだ。ほら、モロヘイヤ。この野菜だけですげえ嬉しいんだけど。ねえ。あ、豆苗。豆苗もゴーヤも、いやこれすごいいいサラダだ。うん、これいいですよ。うん、ゴーヤもね、ちゃんと処理されてるんで、あのほとんど苦くないです。うん、美味しいね。トマト、うん、うん、甘い。フレキシブルな、うん、いやーこれいいですよ、ね、うん、豆苗とかこれちゃんと体のこと考えてね、きゅうり、人参ね、いやこれね、おいしい。香りがいい。で、夏野菜にたっぷり入ってね、これ最高ですよ。うまい。うん、うまい。グリーンカレーとかこういうサラダ、最高のサラダで、こういうドリンクがついて、これで1000円です。これがドリンクセット1000円っていうセットなんですね。で、このグリーンカレーもいろいろこう選べて、でこの中からこうセットを選ぶと、うん、いう感じですね。いやー美味しいわ。これから全部食べていきたいと思います。ちょっと集中させてくれ。よいしょー。いやー、ご飯いただきました。いやー美味しかったでね、たっぷりこう体のことを考えてくれた野菜とかですね、全てこうなんていうかな、優しい味でしたね。うん、でちゃんとカレーもしっかり作り込まれて、うん、いい仕込みというか、いい仕事をしているカレーだと思います。でね、この、なんだろう、あまり多分昼間入らない、うん、の、あまりね、夜はね、入るとは思うんですけど、昼間ね、なかなか入りづらいこの通りで、こうしてね、カフェとかこうカレーとかね、メインにしてご営業されてる、うん、ヤギカフェさんっていうんですけどね、いや、すごく美味しかったです。うん、そして撮影のご協力ありがとうございます。いやー今日もたっぷりいただきました。いやー美味しかった。ごちそうさまでした。さあ、それではまた次回。さて次は伊豆湖へ。じゃあまたね、バイバーイ。